私は一人でも戦える。でもみんなと一緒だと力が湧いてきてもっと戦える気がするの。私は一人でも戦える。でもみんなと一緒だと力が湧いてきてもっと戦える気がするの。小さい頃後悔したことがたくさんあった。もう何も失いたくなくて騎士になったんだ。この力で仲間やたくさんの人たちを守ってみせる。王宮に戻ったら今までの出来事を報告書にまとめて提出しないと。いろいろありすぎてすごい枚数になりそうだけど、これ今日中に書き終わるのか。私は体が弱くてみんなに置いていかれちゃうのが怖かったの。今は少しでもみんなに追いつきたいって思ってるわ。ぼーっとしてどうかしたの？ちょっとねえ、聞いてる？もしもーし。無視しないでってば。ダメだよ。これとそれはよく使うからそこに置いてるんだ。そのおもちゃは癒しグッズだし、パーフェクトな配置なんだから勝手に動かしたりしないで。私さ、サプライズパーティーって憧れなんだよね。今度やってみてほしいな。え？本人が言い出したらサプライズにならない？そういえばそうだ。ぐーん。笑わない人と言われたことがあるのですが、僕は笑わないのではなく常に強い意志を持ち冷静でいることを心がけているだけです。一人では対処できない問題なら協力して取り掛かりましょう。そのために仲間がいるんですから。